はい、皆さんおはようございます。今日は初島に来ててですね、フェリー乗り場の第一堤防先端の方を見てみると、やっぱり浮き暮れがところどころ発生してるんですよね。そして今僕はこの青根と呼ばれる、ゴロタバ、イソバっていうんですかね、やってきましたけども、ここも、到着して目の前を見たら、ちょっと今カメラに映ってるかわからないですけど、浮き暮れがありました。見た感じそんなにサイズは大きくなさそうですね。30センチぐらいかな、それぐらいのメジナがかなりね浮いてますよね。その下に多少サイズ大きいのいるかもわかんないですけどね、とりあえずやってみたいと思います。今日もですね、直結はあまりやらないなんて言いながら、で二広のハリスの中に00号の受けを入れてあってですね、針と、いわゆる深瀬カラマンボウですね、この塩受けゴム70センチぐらい、針がグレバリの5号、ハリスが2号、こんな仕掛けでやってみたいと思います。00号で仕掛けが馴染んだら沈むとは思うんですけどね、風が強い時ってこう仕掛けが馴染んでから沈んだんじゃなんかちょっと遅いんですよね。なのでこのハリスの中に浮きを入れることによってですね、浮きの上下ともにハリスですから、その重さで浮き湯の頭を押さえてくれる、そんなイメージですかね。竿3本先ぐらいですね、仕掛けは。この場所は、手前こんな感じですから少し遠投が必要です。だけどメジナの活性が高くなるまではおマスはどんどん打った方がいいような気しますね。釣れ始めたら多少セーブしてもいいと思うんですけどね、最初のうちはコマスを削らずにやった方がいいと思います。もう当たりですね。よし、やりましたね。メジナですね。メジナっぽいな。メジナだな。さっきまで、さっき浮いてたメジナ、このサイズですね。ちょっと見てみますかね。ほら、このサイズなんだな。このサイズがやっぱりかなり大きそうですね。青々として美味しそうなんですけど、27、8かな。はい、このサイズでした。サイズアップしたけど痩せてるな。33センチ、割り入れします。勝てましたね。よし、いい当たりでしたけどね。どうしようかな。同じぐらいですね。引き上げて、30あるらしいぐらいですかね、これ。30ないね。27しました。いいところにはかかってんだけどな。実際釣れるのがあのサイズだと、ちょっと不安だな。釣れないとき全然釣れないんでね、贅沢ではあるんですけど、今日はね、釣れるって聞いてたからなぁ。あ、やべ、関係ないとこ行っちゃって、関係ないとこ行ったらすかさず投げ直します。結構関係ないとこに仕掛け投げて、そのまま妥協してその場所で釣って
ここにまたコマセを入れるとかってやる人いますけど、そうするとあちこちあちこちコマセが行ってしまうんで、後に釣りづらくなるような気がするんですけどね。まあ、もうそこは迷わず仕掛けを回収してもう一度投げ直した方がいいですよ。うん、またよし、今度は行けるでしょ。早い、行けるか、もっと行け。ある程度メジナが釣れる時じゃないといろんな実験もできないんで、うん、まあ、餌取りもいるな、まさか沖の方にもいるとは思うんですけどね。うん、当たりだ、当たりました。よし、お、メジナっぽい。よし、終わっちゃうんじゃないのか。よし、うん、いや、あそこまで強くないよな、やっぱり。うん、サイズわからない、ダメだ。ほら、30ぐらいかな、30ぐらいですね。よし、当たった、当たりました。よし、当たった。ああ、小さいかな、これも小さいね。ん、メジナじゃないな、これスズメか。ないよね。ある。刺さくしてるかな。してないな。うん。まあまあ対抗はありますけどね。よし。一応ハモ入れるぐらいのサイズかな。ラステル30センチあるなしぐらいじゃないですか、これ。やっぱりこのサイズですね。30あるなしぐらい。メジナは元気なのはいいことなんですけどね。すごくいいことなんですけど、もう少しサイズが欲しいですよね。うん、見えてる見えてる。メジナっぽいよ。もう見えてる、まあまあサイズありそうなやつにも見えてるんですけどね。よし、乗った。ああ、ダメだ、そんな大きくない。ああ、ダメだね。サイズはもう、このサイズじゃないやつ見えてるんですけどね。
イズ大きそうなのがいるのはやっぱり沖の方。まあまあ元気なんじゃないのこれ。ありますけどね、もっと大きいのいるよ絶対。このハリスをですね、もう今見広ぐらい取って、ね、浮き下はどれぐらいだろう、今1メートルぐらいですかね。上塩だけがなんか滑っててですね、関係ないところにラインが取られてしまうんで、とりあえず浮きの手前だけでも沈めた方がいいかなっていう、なんかそんなイメージですかね。おそらくさっきよりも仕掛けは落ち着くと思うんですけどね。手前は多少流されますけど、元気だけどやっぱりそうでもないよね。サイズアップしたのこれ。お、少しサイズアップしたかも。お、少しサイズアップした。32、3かな、それぐらいかな。お、少し太鼓もある。35センチあるかな。最悪なくても持って帰ろうかな。ないな。32センチ、32センチですね。1匹は持って帰ろう。もう当たった。感じるんだけどな。そうでもないよね。さっきと同じくらいかな。さっきより少し小さいかも。これはリリースしますよ。強くなったかも。お、強くなったよ。珍しいね。あ、ちょっと大きくなったかもよ。あれ、違うぞこれ。あ、よかった。なんだよ。せっかく強くなったと思ったのに。30ぐらい。ほら。30ぐらいですね。だけど、まだ持って帰らない。まだ時間あるんで。30センチがいれば35センチはいると思うんですけどね。当たりですね。メジナはメジナですけどね。ちょっとその目行くのやめて。よしよし。お、サイズアップした。35あるかも、ほら。ダメだ、これも。
32ちょっと過ぎたぐらい。リリースしましょう、ね。メジナしかいないところに仕掛け入ってるんですけどね。よし、下がった、当たりました。いけるでしょう。よし、いった。35センチ、ようやく来た。ちょっと痩せてるけど、贅沢言わずに持って帰りましょう。35あるんだけど、やっぱちょっと痩せてますよね。ようやく尻尾をキュッと引っ張って、35センチのメジナ。今のメジナが一番引かなかったんですけど。よし、取ったよ。軽いな。30ぐらいですね。痩せてるんだよな。痩せてるからもっと小さく感じる。ほら、あの先の方でバシャバシャもじってるじゃないですか。もじりしてるのあれが全部メジナです。でかいのいるんだよな。よし、行け。そこからもうちょっと入れ。よし、乗った。痩せてるんですよ。もう3枚ぐらいは持って帰りたいですけどね。もう3匹ね。5匹ぐらいが一番いいんですよ。僕はですよ。僕は5匹ぐらい持って帰るのがちょうどいい。だからこそサイズがいいやつが欲しい。あそこはメジナしかいない。もうメジナが元気だから餌取りもそんな見えないですね。もうあそこで当たればメジナですよ。間違いないです。メジナしか見えないもん。よいしょ。あら、あれ、軽い。あれ、サイズが落ちた。長めじゃないですね。小さい。うん、やっぱ大きいのいるよ、下に。たまに見えるんですよね。悔しいね、あれが釣れないのが。40近くあると思うんですけどね。下の方釣っても、よし、なった。
サイズは元気ですからね。このサイズ。もう一回の沖にある浮き暮れ目がけて。どうだこれで。食わないか。こんな設定も食わないかな。昨日すぐ周りに3倍ぐらいこませてたんですけどね、食ってくんないかな。お、食いそうですよこれ。あー、やっぱこませてば食うな。いけいけ。お、食いそう食いそう。よし、いけるでしょ。よし、乗った。うわー、でかいかな。あー、抜けた。で、今の大きそうな感じしましたけどね。よし、もう一回やってみよう。もう一回浮き揺れ狙ってみよう。よし、来るよこれ。食いそう、食いそうです。かなり煙として、くた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 くよいしょ、こんどこそ取るよ。あ、抜けた。なんで、嘘でしょ。こんだけ明確に当たり出るのにこんなに針外れするかな。まあ、この場所はね、5時ぐらいにはもう終わらないと安心してフェリーに乗れないんで、下方の第2漁港行こうと思ったんですけどね、まあ他の釣り人入られてたんで引き返してきましたけど、第二堤防だとやっぱり20分は見た方がいいです。絶対に歩いて20分で、この青根も15分は絶対にかかると思って、フェリー乗り場から青根は15分、第二漁港は20分、これぐらいかかると思って、早めに行動しておけば最悪乗り遅れたりすることはないと思いますけどね。3時半回ったんで、ちょっとここからラストスパートやってみたいと思います。迷子かしかも。迷子だな。迷子だ。迷子だよね。これしかも強いし、アイゴだよね。アイゴだな。アイゴ元気だな。お前はいつもこれ。結局キープしたの2枚だけだった。こんなことならもう少し早めにやっとけばよかったですね。ちょっと今日ね、あまりにも期待しすぎてたんで、まあ、楽しかったですけどね。40センチが釣りたかったですよ。まあこれから早々と勝たして、友人があそこのテトラで釣りしてるんでですね、釣果確認しに行きたいと思います。